ヤクザゼロ。久しぶりだな、おい。キリュウちゃん若くない？ちなみに1と2しかやったことないよ。めちゃめちゃ画質いいね、PC 版は。おお、若いね。お前顔つき何年経っても変わんねえんだな。やめてくれ。めちゃめちゃボコボコにしてるな。超路地裏だけど、私有地につき立ち入り禁止、ゴリゴリ。おお、握っていく。右腕を握っていく。まだやる気だね、これ、キリュウちゃん、完全に。何歳ぐらいだ、このスーツ。頑張って、頑張って、頑張れ、頑張れ、頑張れ、立って、立って、ああ頑張れ、もうちょっと。くっそ、後悔しそう。大丈夫？ちら。鳩飛んでそう。あら容赦ねえ、お前。おでえじゃねえが。あ、なんかこの街で喧嘩ならちゃんと相手を選べ。めっちゃぐれてるやん。持ち歩いてる時特にな。おえ、金取んの悪いな、キリュウちゃん。そんな悪人なんけ、お前。そんな金持ってんの？結構持ってるね、俺。10万ぐらいあるんじゃない、これ。おはは、最後に蹴りをしっかり入れていく。本当に柄悪いやん、これ。カムロ町21世紀再開発計画始まる。2000年ぐらいってこと、これ。1988年。おお、古いね。今から32、3年ぐらい前になるんですかね。今2020。エミちゃん、バブリーだね。18って感じする。髪型もフリーな、これ。うわー、めちゃめちゃバブルやん。じゃあさ、プラザのスイートでも撮るよ。何プラザで。俺と朝の。この路上で喫煙しまくってる感じがもう選挙こういいね。あら。お前そいつに喧嘩売らん方が。お、こいつは土下座しろ、土下座。いいね、やっぱ土下座だよね。よしお、よせよしお。よしお、やばいぞお前。ちょ、飲んでるな。あー、血がついてる。ヤクザですわ、これ。ダッサお前。ちょっと喧嘩売る相手間違えましたね。さあ、キルちゃん、ここはどうも、すみませんでした。おー、許すんだね。一撃ぐらいお見舞いするかと思ったけど、おめ、尖ってんのか回るのか分かんねえな、こいつ。午後10時43分。めちゃめちゃ分刻みだな。お、ドンキあるぞ、ドンキ。ん？なんかこの感じなんか、ちょっと前みたいな感じ？なんか古いけど。うわー、いくよ。金貸しよ。頼んでおいた仕事どう。口動かさないですよ。終わりました、終わりました。ちょっと封筒が。あ、俺回収してきたんかい。これさっきのお金。そんなこと気にしないでいい。はあ、なるな。さっきの借金してんけ、これ。道島組さんは仕事、これ借金取りやってたんかね。はい、これ約束の1割。1割で3万ってことは30万か。どうも。あ、どうも、3万円で、これ仕事の割に、あれだけの仕事で3万円しかもらえない。いや、それはあれもらえんの。取り半が常識のこのご時世、安い取り分でやってもらってる。優しいじゃん。普通なら本職の人にこんな安い額の取り立て。やっぱね、3万円安いよね。でも10万以上は絶対するんじゃない。わかんないけど、ガキどもが満足ちらつかせてタクシー乗る時代に。あ、バブルだからみんな儲かってるのか。本職が金もないんじゃ様になんねえだろ。確かに今よりももっと儲かってるもんね、みんなね。俺との初仕事を終えたご祝儀みたいなもんだ。優しいじゃん。とっとぎ。にやり。とっとぎ。ありがとうなす。ありがとうなす。5万円。全然ちゃう。いや、燃やすぜ、タバコ。しかし、バカに金貸しちまうと後が面倒でしょうがねえな。返しくんないんだね。30万ポッチしてんのは簡単だが。ポッチ、30万でポッチか。お前30万大変だぞ、お前。な。な、お前な。ええ。まあ。顔動いたり動かなかったりするんだろうな。俺も長いことこの街で金貸しやってるからよくわかる。おう、今の世の中、
金の本当の価値が分かってるやつなんてほとんどいやしない。ああ、もう金があぶれる時代だからね。高学歴みんな土地とか買ってたもん。バブルって。そうじゃない？もう俺らね、見てる人もそうだと思いますけど、バブル弾けた後に生まれてるんでね、景気いいとか悪いとか分かんないよな。バブル経験してるやつにとっちゃもう不況中の不況なんだろうな今。君の腕っぷしならヤクザやるよりもっと簡単にもっと多くの金が稼げる。何の仕事やってるの？金融か？金融入らんかっていうことが好きなだけで開ける。それだけじゃない。マジっすか？金さえあれば不幸な人間を幸せにすることする。いやいい笑顔作るね。ヤクザは下積みが長い。うん、成り上がるのが大変なんだよね、ヤクザは。うちに来て稼ぐってのもいい選択だと思うんだが。でも組裏切ったらやべえ。3年前にその言葉を聞いてればそうしてたかもしれません。ヤクザ入りたての頃かな、3年。一度入ってない時も時間を巻き戻せない。3年始めてってことかな、ヤクザを。答えか。もうズブズブだからもうどうしようもねえよ。誰かを幸せにすることなんてできないっすかね。誰かを幸せにするためにヤクザやってんのお前。そんなヤクザいないでしょ。ヤクザってなんでヤクザになるんだろうな。いつでも連絡してくれ。じゃあ、おい、ヤクザってこう自分がなんかねうまいことやるためにヤクザになるんじゃないの、わかんないけど。これしてたくたいつくなよお前。めんどくせ。めんどくせ。ジッポだ。なんなのこのイケイケビジョン。わー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 、オーマイガッド。 What？ 黒だ、タタリア。読めねー。うわすげえ。あ、万札でタクシー止まれて、そういうこと。やばいなこれ。あれか、制作の人か俺。うわ、めっちゃ踊ってんやクラブで。路上喫煙ゴリゴリの時代ですよ。金のネックレスつけて風切って歩いてんね。時代出てんなこれ。血ついてるの気づいてなかった、もしかして。これのせいか。で、ちょっと顔洗わねえとな、これな。ノーパン喫茶で顔洗えます？やばそうな店ばっかあんな、俺。顔洗ったっけ、ルイちゃん。汚れちまった顔。ジャバジャバ切ったね。ゴミがそこについて。あ、携帯ないんか、これ。公衆電話みんな並んどんのやな、これな。724106、ポケベルやん。あ、ポケベルか、この時代。展開時代新宿よね、まあね。モデルは新宿。沢城みやき。知ってるとこだけ読む。それも学ラン着てんのかと思ったら、最初全然服装違うね今と。なんか桐生ってなんかもっとこうネズミ色のスーツに赤いシャツでこうもっとスカスカやってるイメージなんだけど。何これ、杯の掟読めたね第一章。おい、あ、これゲームだな、ムービーじゃねえな、この画質。ニシキと待ち合わせ、この辺りのはずだろ。あいつまだ来てんのか。ニシキなんか相棒じゃなかったっけ。何してるか。少しニシキを探しまう。ニシキを探せ。ニシキってあれよね、なんかすごい相棒的なやつじゃなかったか。で、お、めちゃめちゃ久しぶり。俺がね、龍鳳とかやったのって、プレ2だから、3でやってないからね。すげえな、とりあえずパチンコ行く、とりあえず。いけねえんだ、俺。あれ、これ、左下のマップでなんかいけるとか、いけるとか。こいつ、つえ。このオタク、つえ。このオタク、めっちゃつえぞ。桐生一馬を前にして、このたちを、そして押しのけることができない。はい。ん？おら、よっちゃん。早く金貸せって。あとで返すっつってんだろうが。え？悪いね。どうして？困ります。勘弁してください。この黄色いパンダの何。いいからさっさと出せ。チェックで助ける。うちの島で勝手な真似しやがって。調子乗ってバカしでかさないよう、ちょっと懲らしめてる。おー来た。
った。よっしゃ、一撃しまこうや。殴ってこその龍が如くでしょう。なんだよ。見てんじゃねえぞ俺。おい。おい。ヤクザじゃねえか。ヤクザだよ。どう見てもヤクザだろう俺。ヤクザったって。歳も大して俺らと変わんねえ。どうせ下っ端だろう。おお、よっちゃんやっちゃったねお前。この町に来るのは初めてか。渋いわーこ。桐生の声ほんといいよな俺な。ここらはうちの組の仕事だな。カムロ町を歩き慣れている連中ならこの辺りでバカはしねえ。新宿でしまってる相当でかいんじゃないか俺な。ヤクザが偉そうに説教垂れてんじゃねえぞ。お前ヤクザ舐めすぎじゃね。町のヤンキー来た来た来た。めちゃ久しぶり。四角を連続でニュースするとラッシュコンボを繰り出します。おお意外と結構普通にいった。ちょっと待って、よっちゃんに負ける。意外と当てるのむずいなこれ。おいおおい、三角を押すとダウンオーバーフィニッシュブローを繰り出します。これは変わんねえな。やった覚えあるわ。うれえ俺そっつ拳光ってるけどすごくない。おいお前何、もう何ビビってんだお前。もう逃げらんねえぞお前。お前強い村岡お前勝てえやん。おれえうえこれがやりたかったのよ俺。これがやりたいがために龍が如く買ったって言っても過言だねほんとに。おーおー、うん、相変わらず容赦ねえな。認識おめえいつまで経っても来ねえから待ち合わせすっぽかされたかと思ったよ。お前のせいで散々な目に遭うんだからな。この後なお前な、認識な登場会逆だ。おめえがなかなか来ねえからこうやって時間潰したんじゃねえか。暇つぶし。暇つぶしに喧嘩って。どんなやつなの。おとなしくヘルスにでも行けってろ。ガキじゃあるめえし。風俗好き好きだろお前ら。興味ね。興味ね。相変わらず硬いね。風俗には興味ねえんだろ。とりあえず飲みに行こうぜ。久々にオールで付き合えよ。な。ああ嬉しそう。お？は？え？いや、この度はどうも。お日柄もよく。かわいそう。やめた、威圧してやんなよ錦織お前。バリキルよ。何ありがとうって言っただけでしょ。おめえのためじゃねえよってことなんかこれ。